はい、こんにちは。今日は、はい、なんかレクサスホーン鳴らしてるバカがいるぞ。前の車進まんでか。はい、今日は5月の14日、昨日は13日の金曜日、ジェイソンの日でした。はい、今日は今日の動画なんですけども、先ほど冒頭で映っていました通り、ようやくね、福井県福井市、こっち、種池店ですね。種池に、ようやく、都会では有名なゆで太郎が、オープンしました。昨日オープンしました。で、今日で2日目なんですけども、お昼時、結構お客さんいるかなと思ったら、そんなに多くなくて、すんなり、入れました。で、注文方式は、食券、方式ですね。まあ、すべてのゆで太郎がそうなのかどうかわかりませんけども。はい、今日はこのために福井市まで、出向きました。昼飯を食うためにね。はい。で、今日注文したのは、こちらですね。ジャンボカツ丼と、かけそば、計1000円です。で、本当はね、昨日、考えたメニューがありまして、今日来るときにね、まあトッピングで、なんかコロッケとかね、コロッケどっかに乗ってなかったかな？乗ってないんかな？とか、エビ天とかね、単品でも、唐揚げでもね、単品でも、買えるっていうシステムですね。で、後から注文するときは現金のみの対応になるみたいです。で、食べた感想としまして、この、写真に載ってるジャンボカツ丼とはかけ離れて違います。写真見ると結構なみなみまで3分の2、以上まで、持ったる感じなんですけども、実際の丼はというと、縮小できん。まあいいや。かけそばのね、やっとできた。かけそばの、丼と同サイズで、かけそばのが、普通盛り。なんですけども、結構上の方までスープがありました、私がね。に加えて、ジャンボカツ丼は、ご飯が3分の1程度で、カツが乗って、ようやく、丼の半分ぐらいまであるかな、みたいな感じでした。でもね、ちょっと、まあ、後からね、トッピングできるんで、このご飯ね、大盛りとかすれば、多分、普通の丼みたいに並々まで来るんじゃないかなと思いました。後で思ったんですけどね。で、カツとしては非常に、まあ1センチぐらいあって柔らかくて歯切りもいい、いいお肉でした。美味しかったです。だしもすごく良かったですね。で、上に海苔が乗っても、このいい、この海苔のアクセントがたまりません。で、卵はもうちょっと、何？固まりかけた感じですね。完全に火を通してるっていう感じの、カツ丼になります。まあ、ジャンボカツ丼っていうんで、カツが2枚入ってるんかなと思ったらそうでもなくて、ただカツが大きいっていう意味なんですかね。でもね、このジャンボカツ丼もこの満腹カツ丼も写真は一緒なんですけども、どっちがボリューミーなんでしょう。まあ、ちょっとわかりませんけども、冷やし中華もあるみたいですね。まあ今の時期から。まああとこういう無料券、エビ天、かき揚げ、コロッケ、わかめ。まあ6月の末まで使用できるやつですね。ゆで太郎専用。ほんでこちら、ゆで太郎ともつ二郎が、同じ会社、
かな。で、注文するときも同じ食券機ですね。券売機で購入するみたいです。久しぶりのこの券売機で販売のやつだったんで、自分ちょっと手間取りましたね。あんまりこういう券売機って使ったことないんで、だいぶ前にスタ丼、伝説のスタ丼、あそこ、食券機だったんですけども、最近はもう普通に席ついて注文取るっていう感じになってしまいましたね。福井にもね、こうやってゆで太郎ができたということで、今度また何回か来てみたいと思います。で、かけそばなんですけど、そばはね、皆さん思ってる福井のそばみたいに、ああいうちょっと灰色っぽいんじゃなくて、自家製麺らしくて、粉は何を使ってるのか分かりませんけども、白い麺になっております。まあ、そばしかないんですけどね。で、その、まあ、いろんな人の、まあ、ハイジーさんの動画とかも上がってますけども、麺はね、やっぱ、歯切れのいいつんか、うん。まあ、普通の歯切れいい麺ですね。で、白いんで、やっぱ、そのなんか清潔感があるような感じがしてね。なんか非常に良かったです。スープもカツオだしで非常に優しい味で美味しかったです。まあ麺のコシと歯切れ、まあ食感ですね、非常にベストだったと思います。まあ一応ここに地図載せておくんで、まあ分からなくたら、まあ携帯とかナビでな、まあナビじゃ出んやろな。だって昨日オープンしたばっかりでな、もうな、古いナビやったらこんなの出んよ。まあわかりやすく言えばショッピングシティベルの道なんですね、ここはね。そこをずーっとまっすぐ行くと、そこに弥生軒があるんですね。で、弥生軒のこの十字路ですね、十字路に、あ、こう見た方がいいんか、こうか。こうやな。あ、ここのショッピングシティベル。ごめんごめん。ここからずーっとまっすぐ行って、この種池の、この十字路。この元気の、駐車場内に、店舗があります。で、時間はね、朝の6時から、夜の11時、年中無休みたいです。後ろはね、もつ二郎の、メニューになります。表が、ゆで太郎。あ、ゆで太郎か。ゆで二郎って言っても、言いそうになってる。はい、目に映る、美味しそうなメニューがありますけども。まあ、そばとね、ジャンボカツ丼。ジャンボカツ丼がでかかったらね、どうしようかと思って、食べきれないかなと思ったけど、予想をはるかに裏切られて、まあ、ジャンボカツ丼、まあ、少なかったんで、すぐペロリっていきました。現に今まだお腹空いてる状態です。ご飯を大盛りすればよかったかなって後から思いました。まあ自分このかけはね、このあったかいのしかなかったんで、冷たいのになってどうしてもね、こういうせいろに乗ってくるやつしかなりません。はい、いかがでしたですか。ようやく福井県にもね、福井県福井市、種池の元気の駐車場の敷地内にゆで太郎、もつ二郎がオープンしたという動画です。ここは、あ、一つ向こうはオレンジお灸店ってあるんですけども、見えます、これ。ここ昔っておかしいけど、何ヶ月もか、何年か前か、去年か一昨年ぐらいまで、いきなりステーキがあったお店の跡地にお灸屋ができました。いきなりステーキもね、あんまり繁盛することもなく福井県が撤退してきました。 2,3 店舗あったうち全部撤退されました。いや、自分は一回も行ったことないんですけども、会社の、連れの話によると、まあ美味しいという話しか聞きませんでした。
まあステーキよりも自分はハンバーグ派なんで、まあそこでいきなりステーキハンバーグもあるんですけども、まあ一回も食べずに行かず終わりましたという動画です。はい、では、ご飯も食べ終わったんで、後ろにね、後ろに、セブンがあるんで、そこでちょっとコーヒーかなんか買って、帰りたいと思います。今日の目的はもう達成しました。昨日オープンしたんで、福井県福井市種池のゆで太郎まで昼飯を食べに来たという動画です。まあ非常に美味しかった。文句はありませんけども、ご飯を大盛りすればよかったかなと思います。いろいろねセットメニューとかもあるんで、組み合わせメニューとかね、これ組み合わせメニューになってます。よかったら、福井県に立ち寄った際、もしくはこのご、県内住んでる方ね、まだ福井県だ、ここ福井市しかまだゆで太郎はないはずです。なのでわざわざ、まあ、高速に乗ってとかね、ちょっと遠いかもしれませんけども、遠い人は、わざわざちょっと高速乗る羽目になるかもしれませんけど、一遍食べに来て見るのもいいかなと思います。まあ、話のネタになるんでね、ここ美味しかったよって言えば、また友達がそれ行くかもしれませんしね。はい。では、ご視聴ありがとうございました。木曽302でした。大野市からここのお店来るまでにいろいろちょっと走ってきたんですけども、覆面にはいろいろ出会いませんでした。福井署の玄関には木曽木差し2台黒とシルバーかな、アンテナレス前まではユーロアンテナついてたんですけども、最近はどうもフィルムアンテナに交換したみたいです、室内のね。なので本当にもう一般車両にしか見えない感じになってました。まあちょっと前までユーロアンテナついてたんでね、ユーロアンテナに配線処理しちゃったんで、あ、警察やな来そうやなって分かりましたけども、最近はフィルムアンテナのに付け替えてる車両が多いんで、皆さんもお気をつけください。まあ別に悪いことしなければ検挙されませんので。はい、ではご視聴ありがとうございました。木曽302でした。